これはチャンスかもしれない。これはいけるかもしれない。どうだ、宝箱チャレンジ。なんとか成功させる。成功させないといけないんだ。いくぞ。よし、いけるいけるいける。これだったら大丈夫だはず。で、ちょっと待って、真ん中に、真ん中に行けば大丈夫。当たれ、いけ。よっしゃ、来た。宝箱チャレンジ来た。ようやく裏逃げ。うー、オッケー。さあ、はい、ついに宝箱をあげたいと思います。頼む。どれにしよう。招き猫、招き猫行きましょう。真ん中行きます。はい、お願いします。はい、おー、よし。あとは凡ミスさえしなければ、ここさえ突破すればいけるぞ。いける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 。あー、危ない。待って待って、この手が怖すぎる。よし、そしてあとは氷。待てよ、氷。氷集中して。オッケー、いける、いける、これいける。で、曲がる。いった。よし、これでどうだ。ダブ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 。よし、よし、よし。さ、裏逃げ。よーし、裏逃げ。さあ、ま、え、びっくりした、びっくりした、びっくりした。消えたと思った。私はど真ん中を選び続けます。いきます。来てくれ。はい。よし、いけるか、これはいけるか。頼むぞ、行ってくれ。で、ここで、よし、来た。あとは氷。いつもの氷。さあ、頼むぞ。大丈夫、大丈夫。よし、で、あとは、赤い絨毯。ガキー、赤い絨毯に来たぞ。よし、来た。よし、ここは男らしくど真ん中じゃなくて、クラピカ理論で右で行きたいと思います。行きます。はい、あぼー。まあ、おそらく宝箱を3連続で開けた後だと思うんですけど、まあ、僕ちょっと実はあの後結構やりまして、ランクが、3000台についになりました。いや、本当になんだろう、この時期っていうか、ゴールデンウィーク中で3000台って相当だと思うんですけど、どう思いますでしょうか。さあ、じゃあ行きましょうか、ランダムマッチ。いやね、ランダムマッチ最近当たれないんですよ。だから、そのボット部屋抜けしてるわけとかではなくて、ほら、ボット部屋っていうかね、部屋抜けしてボット部屋とかしてるわけじゃなくて、もうなんだろう、部屋入ってボットだったらそのまま続けるっていう形を今してますので、ちょっとそこだけ、ご了承ください。別にね、その、あ、プレイヤーが来なかったなって言って、その抜けるとかではしてないので。で、このフレンド部屋、今偶然入れたんですけど、多分やってる方だったらわかると思うんですけど、フレンド部屋から入ろうとしても、その、ルームがいっぱいですってなっちゃうんですよ。だから、その、ボット部屋しかできないって時は基本ボット部屋でやってますということだけちょっとお伝えしておきます。そしていつの間にかレベルがもう58になっておりますね。はい。だいぶ上げたけど、こんだけやっても逆に言うとレベル1か2しか上がらないってことは、もうレベル100の人どれだけやってんだろう。行きましょう、よろしくお願いします。さあ、行く。あ、バッテリーが、あ、ちょっと待ちたまえ。20、ちょっと待て、これは充電しておかないといけないぞ。さて、ん、ここに降ってきたってことは、もしかしたら今回上かな。ちょっと上と読んでいきたいと思います。今さらっとヒカキン公式って方がやられたんですけど、まあ、公式マーク、ガチの公式マークはついてないので、まあ、違う方だと思いますが。さて、あ、動きが遅くなる。いや、しかし大丈夫だ。まだあれです、青にね、言うてなんだろう、その来てないから多分大丈夫だと思う。このデメリットアイテムはね、多分消費時間短いので、そんなに大丈夫だとは思うんだけど。まあ、消費時間短いっていうか、その、あ、ガスマスティン、ローラースケートも一緒なんですか。ダブ、ちょっと待って。トライアングさん、ちょ、良くないですよ。こうやってやって、なんか、その、なんだろう。なんか叫んでリアクション取ればいいだけっていう実況が僕一番嫌いなんですと思ったら、ちょっと待ってくれたマオス。毒ガスが来てます。ということは、最終地点は1階でござる。はい。完全に私、トライアングさんミスでございます。ここでガスマスク取れば、OK!いいね。ここでガスマスク取れば、消費せずに済んだので、いいですね。
毒ガスの中で取れば、その出たとしても、なんだろう、その毒ガス、あのガスマスクは消費されないのでね。でこれは普通な鬼だから別に近くにいても大丈夫。問題なのはチビ鬼で、ですね。やばいチビ鬼こっち来た。ちょ待って、チビ鬼さんに目をつけられた。まずい、やばね、チビ鬼パイセンに目をつけられそうだった。いや来たぞ、これ帰ってくるな。これチビ鬼パイセン来るぞ、向こう行ってくれ。チビ鬼パイセンお願いします、僕たちに構わないでください。あの、僕たちに関わらないでください、チビ鬼パイセン。あ、向こう行った、よかった。いやでもこれチビ鬼パイセンに目つけられると困るから、ちょっとここにいよう。私タケノコ派、ちょ待って、僕チキノコ、キノコ派がない、クソ、ごめん。そうだよね、これさ、結構今プレイヤーの人で、その私タケノコ派、キノコ派ってつけてる人多いんですよ。ちょっとね、あれだね、僕もなんだろう、まあ、僕正直言うとね、タケノコ派なんですよ。だけどやっぱり僕は人見知りというか、あの気遣いなので、その人に合わせたいタイプなんですよ。だからそのあっちがキノコ派って言ってたら、僕もキノコ派と言おうかな。最低な考えでございます。これね、ちょっと待って、チビ鬼が多分どっかから来るな。どこだ、今これローラースケート履いてるから、チビ鬼来たとして、え、4体いる、4体いる、ちょっと待って、4体は効いてない、4体は効いてないでごじゃる。あーまずい、ちょっと待って、毒切り、あーちょっと待って、これ完全に私狙ってますね、これ、これ完全に狙われております、私完全に狙われております。無理です、これは無理です。くそー、よし、じゃあもう一戦行きましょうか。とりあえずローニング中。さあプレイヤー部屋、当たらない。そう、こういう感じでいっぱいなんですよね、サーバー混雑で利用できませんっていうのがあって、なかなかそのなんだろう、フレンドマッチでもプレイヤー部屋になかなか入れないので、これをずっとやってたらさすがにね、もう効率悪いので、だからもう入った先がボットだったらボット部屋入るようにしてますので、ちょっとね、何度も言いますがご了承ください。まあ、あの一応退出はしてないので、はい。いやこれ本当に当たらないな。あー、やっと来た、よーし、長かった。さあマッチング開始。いやちゃんとフレン、なんだろう、その時間帯にもよると思うんですよ。その今の時間が本当に、なんだろう、もうゴールデンタイムと言いますか、夜の9時なので、まあさすがにやっぱりプレイヤーが多いかな、プレイヤーが多いとは思うんですけど、まあ昼間とかだとね、意外とやっぱりゴールデンウィーク中は皆さんお出かけとかねしてたりするので、まああの結構穴がちじゃない、フレンド部屋っていうか、プレイヤー部屋に入りやすいんですけどね。さてこれ大丈夫かな。でも多分あのフレンド部屋の時は大体プレイヤーがいるはずなので、おそらく大丈夫だと思います。これは多分パッと入った、でも見た感じなんかそんなにプレイヤーいない気がするんだけど、大丈夫かな。多分1人か2人ぐらいですね、おそらく。じゃあ行きましょう、ラディー、うん、ゴーだ。このステージは個人的には得意だから、なんとか最後に青逃げして裏ステージで、もう一回宝箱開きたいな。お、何の音だ、今地震がしたぞ。さてちゃんとちょっと毒霧の場所を探しに行きましょう。まあここで勝つにはやっぱり毒霧を最初に、見つけるのが一番だと思うので、ここはまだだね。多分もうあの早いとこっていうか、毒霧が最初に来るところはもう毒霧が来てるはずなので、だできるだけもう早めにいろいろ回った方がいいと思います。ここはどうだ、来てる、あ来てる、じゃあ対角線だから、右下ですね、右下がおそらく最終地点なので、まあでもガスマスクゲットできたからこれは相当有利だとは思う。正直ちょっと青逃げしないとやばいよねレベルだと思う。プレイヤーもそんないないはずなので、あとはボンミスさえしなければ、あとあれか、レア鬼の事故その事故さえなければいけるとは思う。さてここでいけね、いやもうほんと何戦もしてるので、なんとなくもう青鬼の動きというか、その無理するところは無理して無理しないときは無理しないみたいな、なんか分かってきたというか、そのもうガスマスクは消費しても仕方ないなっていう、なんか保持、今までだとなんかもうガスマスクを残そうとしすぎてやられてるパターンが多かったので、意外とガスマスクなくても今なんかその青逃げできるっていう風に思えるようになってきたので、だからあえてその毒切りのとこに入っていくっていうプレイの仕方とかもしていかないといけないなっていう、それは思いましたね。
安定して青逃げするにはっていうか、さあこの光ってるやつは何ぞやと。ルラスケイト、うん、仕方ないですね。さて、じゃあ、あら、太っちゃったわ。ちょっと待って、これバグですね。ローラースケートがずっと映り続けるバグ。これめんどくさいやつや。早くちょっとアイテムを開いて、このバグを消したい。邪魔すぎる。くそ。これは邪魔すぎる。どうする？これ、待って。ここ、来てるか？いや、来てるな。ちょっと待って、まずい。この、オッケーイ！これ多分プレイヤーいなかったかな。いやでも普通の青になってるじゃないってことは一応プレイヤーはいたと思うんですよ。よし、じゃあこれで裏ステージ行きましょうか。行きます。さあ行くぞ。挑戦ローディング中、参ります。行くぞ。読み込み中です。レディー、ゴーだ。さあそしてカメハメハ撃たれないようにまずここにいます。とりあえず戦い方的にはここに行って、で OK、 よし。で、ここで、これ一旦待つか。ここ一旦ゆっくり待とう。で、こうする。よし。これでだいぶ。で、問題、これまずいですね。この入り方はまずい。まずいって、今のは違うじゃん。ごめんなさい。僕の下手です。はい、ということで、ちょっと、裏逃げするとね、広告がつかないので、カットしなくていいっていう、メリットがあるんですが。今回は、3連続宝箱やってみたんですけど、結局ちょっと、残念ながら見つからずということで。必ず、ゴールデンウィーク中には、ゲットしたっていう動画を上げたいなと思っておりますので、よかったらね、見ていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。